修繕。三軒殿、驚かさないでくださいよ。すまない。学友たるお前とゆっくり杯を交わしたいと思ってな。それでこんなところまで来たんですか。特別扱いって言われないように避けてたのに。孫賢殿が来てしまったら意味ないじゃないですか。今さら何を言う。確かにお前の仕官は私が世話した。だが今ここに燃え盛る炎のように孫悟の未来を照らすようになったのはなぜだ。すべてお前の実力ではないか。そう思いますか。そうだと思う。ありがとうございます。毎度毎度火をつけてばかり。自分でも嫌になるくらい全部それで解決してきました。でも孫賢殿がそれも実力のうちって言うなら問題ないですね。うん、これからもじゃんじゃん燃やしまくりますよ。それは頼もしいな。はい、火付け役は俺の使命。これからも期待していてください。